마지막 한 분씩 자기소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 프로미스 나인의 하영대. 안녕하세요. 저는 카요 왕자의 애가 모토 키리데. 안녕하세요. 저는 프로미스 나인의 캡틴 세로무데. 기대. 안녕하세요. 저는 프로미스 나인의 세코 백준데. 안녕하세요. 프로미스 나인의 채영대. 프로미스나인노 지원대. 안녕하세요. 저는 프로미스나인노 나겐대. 안녕하세요. 저는 프로미스나인노 사연대. 안녕하세요. 저는 프로미스나인노 미나상이 오마네키 이다다키마시타케레도모 코코니 ブースの外側で見られてる皆さんが日本人の方がたくさんいるっていうことで今日は日本人皆さんが楽に韓国でお話しさせてもらうと私が通訳して皆さんにお伝えさせていただきたいと思います。さらに韓国語の話はこちらご説明するけよ。はい、では、プロミスナインの皆さん、ここら辺、Kスタジオを含めて、こちら、いろんなブースがあるんですけれども、この K コレクションゾーンっていうことですよね。で、Kコレクションのモデル、イメージキャラクターがプロミスナインさんっていうことで、おめでとうございます。プロミスナインにKコレクションモデルにしちゃったわよ。ありがとうございます。その感想を一言お願いします。モデルで感想半まで2つ言うみだ。 네, 저희가 이번에 K コレクション 모델이 되어서 너무 이렇게 영광스러운 자리에 있게 있어서 너무 감사하고요. 그리고 이번 기회에 많은 전 세계에서 저희 K뷰티 한국의 제품들이 널리 알려졌으면 좋겠습니다. 어쩜 말도 잘하세요. 스고크 원하시가 좋아서 ですね. 전 세계からの 韓国のいい商品を全世界の皆さんに紹介できるいい機会、いいチャンスだと思います。そのいい人、いいチャレンジに一緒にご一緒できてすごく嬉しいと思います。っていうことでした。そして、Kコレクションゾーンでは50個以上のいろんな商品が紹介されてるらしいですけれども、3日間いろんな YouTube クリエイターさんがこの商品たちを紹介してらっしゃるということなんですけれども、 브랜드가 50社 이상 入ってるっていうことですごく商品が多くて、もう何から見ればいいのかがわからないんですけれども、プロミスナインさんがおすすめする推薦ピック、おすすめピックを1個ずつお願いします。추천ピック話、語ってみだ。あ、私先にあ、말할게요。はい、お願いします。あ、저는진짜신기한제품이었는데 핸드폰 케이스였어요. 그런데 되게 신기했어요. 이게 되게 귀찮은 거 별로 안 좋아하시는 분들도 계실 텐데 그거를 핸드폰 케이스 안에 이거 그냥 일반 그 뭐냐 케이스 같잖아요. 근데 아니에요. 私は普通見れば普通の 携帯の ケースのようだったんですけれども 開けてみれば デーバー。 와, すごいね. 와, 기대. 조즈です. 조즈. 벤리です, 벤리. 벤리です. 멘도쿠사 싫어하는 사람들이 되게 좋은 것 같아요. 이게 거울도 있고 이렇게 딱 이렇게 전화하다가 ひとり劇場入りました。はいよはいよ。はい、そうです。こう、全然ワンピックみたい。めんどくさい。めんどくさがり屋さんに本当におすすめなことで、普通に電話してて、パッと開けると鏡が見れるっていうことで、普通に、普通っていうか、おすすめですっていう、私のワンピックですっていうことでした。そして、お次の方、お願いします。私のワンピックコスメティックは、 モデブランパッチ、モイスチャクリーム、クリームです。 평소에 피부가 엄청 건조한데 이거 발랐을 때 엄청 촉촉해졌고 이게 자작나무 수액으로 만들었대요. 천연! 그래서, 네, 천연 재료가 들어가서
피부에 굉장히 좋다고 하더라고요. 私はすごく乾燥な肌の持ち主なんですけれども、このクリームを使ってすごくしっとりとなってるし、いろんな天然の樹液とかが入ってて成分も優しいのですごくよく使ってます。おすすめの私のワンピックですっていうことでした。 네, 저는 요즘 제가 커피를 마시기 시작된 지 얼마 안 돼서 또 완전 빠져버렸어요, 커피에. 근데 진짜 신기한 게 저희는 스케줄을 다니면서 카페를 자유롭게 막 다닐 수가 없잖아요. 이게 커피 머신기여서 이것만 있으면은 카페를 굳이 안 가도 커피를 마실 수가 있어요. 그래서 정말 편리하고 좋더라고요. 진짜 本当に 오스스메です. 私は最近コーヒーにハマってるんですけれども、忙しいスケジュールの中、なかなかカフェに行く時間がないんですけれども、これはボタンだけ押せばコーヒーが出てくるっていうことで、すごくお気に入りで使ってます。おすすめのワンピックですっていうことでした。 네, 저는 이 보조 배터리랑 같이 돼 있는 LED 거울을 되게 추천하는데요. 제가 또 거울쟁이 아닙니까? 또 거울을 정말 뗄 수 없을 정도로 저의 뭐라 해야지? 애정템인데요. 이 거울이 있으면 심지어 LED도 있어서 조명을 받으면서 예쁜 얼굴, 저의 예뻐진 저의 얼굴을 볼 수 있습니다. 제가 예쁘다고 해서 죄송한데 정말 예뻐질 수 있어요. 이 거울만 보면 예쁘죠. 하이 추천합니다. 강추해요. 하이 この商品は携帯